こんにちは、じゅんです。ゆっこです。はい、今回は、はい、飯塚知恵プロによるレッスン動画でございます。はい、知恵先生いつも、ね、遠隔で撮影してもらってます。はい、はい、今回はですね、ユーティリティクラブの打ち方がわからない、はい、といった方に向けたレッスン動画です。はい、ユーティリティね。うん、うん、まあ、ユーティリティってすごい簡単とか万能とか言われるけど、うん、まあ、使ったことない人も、うん、まあ、初心者の方とかね、うん、まあ、アイアンしか打ったことないって方だとやっぱなかなかユーティリティもうまく打てないとかあると思うんですよね。そうですね、うん、打てたらでもなんか結構なんだろう、万能なクラブっていう、うん、ね、よく簡単だ簡単だって言われますよ ね、うん、はい、まあ、今回はそのユーティリティの打ち方、はい、あとユーティリティクラブの特徴とかもね、うん、合わせて知恵先生に解説していただいております。はい、そもそもユーティリティってさ、うん、なんだ、アイアンとウッドの間だよね、うんうんうん、ですね。なんか、うん、あのラフとかちょっと深めのラフとかで、うんうんうん、ウッドは無理だけど、うん、まあ、アイアンだったら間違いないんだけど、まあ、ちょっと距離欲しいみたいな、うんうんうん、いう時にユーティリティを使える、うん、確かに、うん、それはあるよね。ね、ファールの簡単に遠くに飛ばせるっていうクラブだよね。そうそう、うん、確かに、まあ、打てるようになれば本当ユーティリティ使いたいってなるけど、うん、まあ、なかなかそこまで行ってない方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。なんか使っちゃうとなんならアイアンよりユーティリティ打ちたいってなるよね。結構女性は多いんですよね。あ、確かに、うん、アイアン苦手な女性とか多くて、うんうんうん、なんか微妙な距離をユーティリティでうまくなんか使ってくるみたいな。そうね、うん、そういう人もそういう女性多いね、うん、今回はそのスコアアップしたいと思ってその万能な、まあ、ユーティリティ、はい、使ってみたけど、うん、打ち方わかんない、そんな方に向けたレッスン動画になってます。はい、はいはい、あとですね、動画の最後にお知らせもありますので、はい、ぜひ最後まで見ていってください。見ていてください。はい、それでは早速レッスンに行きましょう。イエイイエイ今回はユーティリティの打ち方についてやっていきたいと思います。ユーティリティって助けられてるって方とユーティリティ難しいっていう方いらっしゃると思うんで、その難しいって思っちゃっている方に対して今回は少しお話をさせていただきたいなと思います。まずですね、このユーティリティにはですね2つ種類がありまして、アイアン型のユーティリティと、はい、ウッド型のユーティリティ、今回はウッド型よりのユーティリティを持ってるんですけども、この2種類あります。はい、この2種類あるんですが、どうやって選べばいいのかなっていう点で言うと、アイアンが得意な方はアイアン型ユーティリティ、そしてウッドが得意な方はウッド型のユーティリティを、チョイスしていただけるといいと思います。そしてですね、このユーティリティっていうクラブはどの位置に置かれているクラブかというと、アイアンとウッドの間のクラブになっているので、はい、ここから打ち方、アドレスの方をやっていきたいと思います。今回は3つのポイントでお伝えしていきます。はい、このユーティリティはフェアウェイウッドより短いシャフトになっているので、フェアウェイウッドが苦手な方も打ちやすいっていう、メリットから、はい、ボールはセンターよりやや左側に置きます。1つ目のポイントはやや左側に置きます。はい、そして2つ目のポイントは、はい、ウッドよりアイアンに近いから打ち込んだ方がいいのかなってこう思ってしまう方がいるんですけども、それはちょっと違くて、はい、滑らせるように、これはですね、打ち方としてはこう滑らせるようにウッドよりの打ち方ですね。アイアンのように短くて振りやすいんですが、ウッドのように滑らして使ってあげるっていうことが2つ目のポイントになってきます。はい、そして3つ目が最大のポイントになっていきます。ベースの開閉を抑えていくってことです。これはですね、構造が同じ、大体構造が同じのゴルフクラブはアイアンもウッドもドライバーもユーティリティも同じなんですが、ベースの開閉を抑えていってあげることによってミスがグッと、はい、減るということで、推奨している打ち方になってます。はい、どういったことかというと、ウッ
った時にこのインパクトの時にこのフェースの改変を少なくしてあげるっていうことが目的なので、テイクバックで開いちゃうと戻ってきた時にガバッと、テイクバックで開いちゃうと戻ってきた時に閉じてしまうので、インパクト付近でフェースがまっすぐなる時間が短いんですよね。なのでできるだけテイクバックでフェースを開く動きを抑えていってあげることによって、インパクトの時に返さなくて済む、返さなくて済むっていう表現はですね、手を返さなくてもクラブがこう返ろうとしてくれる働きがあるので、閉じてテイクバックできたものはもう自分で意図的に返さなくていいよっていうことになってます。はい、この動きができてくると、2つ目言っていた滑らしてクラブを使うっていうことができます。これなぜフェースの改変を抑えると滑るということが起きるのかと言いますと、はい、改変が大きいとリーディングエッジから刃から入っていきます。そうすると突っかかってしまうので滑りません。しかし閉じたものをスクエアな状態で持ってくるとバウンスから入るので滑ってくれるんです。そうすることによってユーティリティの効果が発揮されるので試してみてください。はい、今回はユーティリティの打ち方でした。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今回のユーティリティクラブの打ち方、はい、いかがでしたか？そうですね、やっぱり私はもともとユーティリティ大好きなんで、うん、苦手な人はちょっとやっぱまあ損までは言わないけど、いやでも損ですね、うん、そうですね損ですね、うんうん、なので、まあ、この動画を見てちょっとユーティリティに果敢にチャレンジしてもらえたらと思います。はい、はい、そうですね、まあ、千恵先生のレッスンぜひですね、まあ、学んでいただいて実践していただければなと思います。はい、はい、それではここで重要なお知らせをさせていただきます。させていただきますなんと、リンゴルフの公式 LINE アットができました。ありがとうございます。この公式 LINE ではゴルフのね、まあ、達成したいな、上手になりたいなっていう、まあ、情報を配信したりとか、まあ、それを継続できる環境っていうのを、まあ、こちらでご用意していく予定です、はい、モチベーションをちょっと安定させるみたいな、ね、そう、やっぱ一人じゃね練習できないでしょ、うんうん、できません結構そのしてるけど、まあ、なかなかさゴルフ上手にならないなとか、うん、伸び悩み、うん、そうとかスイング合ってるのかなとか、うん、あると思うんですよ、まあ、そういう風に悩みがあってプロみたいなスイングができるようになりたいとか、うん、100切りしたいとか、うん、まあ、ゴルフ一緒に行く人驚かせられるような上達したいとか思ってる人いると思うんですよね、うん、はい、いるでしょ。いや、いっぱいですよ、うん、いっぱいだよね、いっぱいマジで。それらを達成できる環境を、はい、まあ、この LINE でご用意しておりますの で、はい、この動画の下の概要欄からぜひ LINE アットの登録お願いします。お願いします、はいはい、ちなみに、うん、友達登録をしていただいた方には、はい、はい、LINE 限定配信で無料ゴルフ動画を5本配信します。これはかなり有料級なんですよ、はいはい、なのでぜひ、ね、これはね登録してくれた方だけなので、そうですね、はい、で、この特典は登録時にアンケートの回答を、うん、行っていただいた方にお配りしているものなので、はい、アンケート必須なので、はい、そちらをお忘れなく、そうですね、登録だけじゃダメなんです。ダメですね、はい、で前回すでにね LINE アット登録してくださった方もいると思うんですけど、はい、その時にはアンケート回答を準備してなかったので、すで、はいはい、に LINE アット登録してくださっている方はまた開いてね、はい、アンケートの回答をお願いします。はい、今回もご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。この動画がいいなと思っていただいた方はチャンネル登録と高評価とコメントお願いします。お願いします